はい、今回は、半蔵門線のオレンジ色の改札を、あえて通らずね、乗り換えていきたいと思います。ということで開始していきます。通ればオレンジの改札行けるみたいですが、今回はここは通りません。あえて今回向かうのはね、千代田線です。オレンジ色の改札のマークなくなってるんですよね。このまま進んでいきましょう。なるとね、それが出てくるわけです。千代田線ホーム経由の半蔵門線と丸の内線ですね。ということで、これまあほぼ条件達成と言っていいぐらいです。
ょっと丸ノ内線の方行ってみたいと思います。すごい。スマホを見た。
ということで丸の内線ホームのね方にもやってきました。これもねリアル8番出口みたいな感じで結構面白いですよね。ということで動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。